ピーマン味噌を今から作ります。楽しく元気でチャレンジャーのあこばあちゃんです。こんにちは。まずつけだれを作ります。材料はお酒、お醤油、米麹、はい、お醤油が4カップ、はい、お酒が1カップ、はい、それと 300g の米麹です。はい、先日つけていたお醤油とお酒と米麹を火にかけます。ピーマン 500g をみじん切りにします。今切ったピーマンを鍋に入れます。はい。1時間ぐらい煮込みます。これにザラメを入れます。400g 入れました。ピーマン味噌が出来上がりました。どうぞ召し上がれ。おばあちゃんいただきます。うん、とっても美味しいです。ちょっと辛い、ちょっと辛いですけどすごく美味しいです。ありがとうございます。はい、おばあちゃん、ピーマン味噌美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。